算数クイズ、頭が固いと難しい規則性問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の数字はある規則に従って並んでいます。ハテナに入る数字は何でしょう。では解説をします。この数列は小さい方から1から順に2つずつ数字をかけた時の積を並べています。よって次のハテナに入るのは132となります。おまけ問題です。次の数列はある規則に従って並んでいます。四角に入る数字は何でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。